こんにちは、はぬきです。現在、山の真っ只中に来ています。それで今ちょっとこの道っぽくなっているところを進んでいくんですが、この道自体は、現在、入り口も出口もないです。山の中に突然始まって、突然消えていくっていう、まあ、そういう道ですね。多分かなり大昔の人が使ってた道だと思うんですが、もう8割方山に飲まれてしまっているので、ここにこういう道があるっていうのは、地元の人間でも、そんなに知ってる人はいないと思います。で、まあ、今日川の方がだいたいここから100メートルぐらい谷底に向かっていったところに、あるので、まあ、この山道を利用しながら、川の方へ向かいたいと思います。いやー、今回もクマとか出てこないといいんですけどね。あんまり天気は良くないんですけど、予報じゃ雨は降らないってことなので、まあ大丈夫でしょう。いや、そろそろ川がだいぶ近づいてきました。もう少しですかね。川の水もそんなに多くなさそうなんで、ちょっと魚の活性低いかもしれないですけど、まあなんとか釣っていきたいです。やっと着いた。
っしゃー、2匹目釣れました。なんかもう久しぶりに見たイワナですね。綺麗。今日はちょっと1匹食べようかと思ってるんですが、こいつはまだちっちゃいですね。15センチぐらいです。しかし今日は透明度が高いですね。